has 16 cars. Car 1 is at the front of the train, and car 16... という形になりまして、本当にたくさんの方に可愛がっていただいて、最後綺麗な終わり方ができたんで、本当に皆さんに感謝することで、みんな次の世代に頑張ってほしいなと思います。手前の希望、本日24日でゲームセットです。試合結果ありがとう。全部それから北検討もう素人だから、あのアドバイザーという事情は、まあ、あの一応あ のれん分けでうまいことな言ってくれないんだけど、まあ、場所は A とか書いとくから、これも選探し出したわけだから、ね、と物件をさっき中央町で最初選ぶようか。でも中央町って難しいんですよ、町が一元がまずあまり、あ、まあそうですよね。とあのサラリーマンが寄ってバーバーする時代でもないじゃないですか。そうですね、だから、まあ、いわゆるあの夜の街の関係の方に嫌われたら、生きていかない街でやるより少々嫌われてもあのいろんな方が来られる場所の方がよかろうかっていうのが、まあ、あのこういう居酒屋形式は特にね、同伴で使うような店になるわけでもなかろうし、あのそうして考えてみたら、やっぱり一杯飲んで、あの出張の人とかそういう人らがね、楽しんでくれりゃ一番場所的には駅から近くで目立っていう、ですね、まあコンセプト的なもんで言うと、まあノン希望の東口とは変わらせんのですけど、このねこのシンボリギターさんも駅前から、はい、あの再開地区からこっちに流れてる。あ、これも全部最近なんですか。そう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 、だからたまたま声に寄り付いて、そうそうそう、でちなみにやはりあの東口の方と同じように24時間、いや、ゆくゆくは24時間やりたいけど、24時間を舐めとったらあかんよ、どんだけ厳しいかっていうのちょっと様子見ってことですね。様子見で、まあとりあえず普通の居酒屋さんと同じような時間帯とか形を取らんと、まあ、あの従業員の確保の問題もあるし、まあいろいろねあるんですよ、24時間は。なるほどなるほど。ノン規模にないものじゃないですか。そうですね、ノン規模にないものと、このこれこれのなんですか、カードが使えるようになったけど、ノン規模はキャッシュオンリー。ああ。けど2代目はやっぱりさすがに今のご時世に時代に合うよ、ね。はいはいはい。まあまあこういうクレジットカードがまあそういうことですね。なるほどなるほど。まあでも使えるようにするんでしょう。ちょっとなんかすごいおしゃれな感じですね。おしゃれな。行動員で。まあ、作業中で。方があの知り合いの方が手伝いをしてくださったりして、ね、はい、あの他の仕事があるのにもかかわらずあのこういう善意で来てくださる方とか、いろいろな人が必死で今やってます。この日曜日に完成するってことですか。あの今日の夜ぐらいにちょっとあの、まあ、ドリンク系とか渡せるような格好をして、うん、今仕込みして元があるじゃないですか。例えばザル出しの元であるとか、はい、白出しとかそういうものを今全部用意して、なるほど、うん、そういう形 で、はいね、でも正式にはこの日曜日の、昼ぐらい、朝日曜日の夕方4時ぐらいじゃないですか。あ、なるほど、ね、僕の情報では。鉄板焼きと聞いたんですけど、あ、あ、なるほどなるほど。ノン規模に東口の方にあった時代のメニューと若干に似てたりとかもあるってことですかね。まあ、言葉で言えば
一緒のものが大体多い、ね、ああもう ほぼホタテバターとか、うん、ね、だからこれはもう全部あったり消したり増やしたりした中のうちの中でもな、この中で一回も取り扱いしてることがないものがあるか言ったらないけどな、うーん、まあどこにでもあるようなものでどこにでも あるものではあるんですけど、どこにでもある中で誰でも来てもらって、まあ当たりも外れもないわというところで、これというものはこれから作っていくんですけども、うん、じゃあこの後ろの、うどんもやはりこののんきぼさんで売って、うん、だいたい同じ全く同じものができるかどうかいうとちょっとなかなか難しいんですけど、あの絶対その量が違うから、はい、若干のあの味の差異は出るとは思うけど、まあ、まあなんとか近い形で提供されるっていう、そのまあこれならいいこれぐらいじゃな、まあ仕方がないいうコンセプトは引き継いでもらわんと、さじ加減一押しですというのはそんな、なるほど、なら、まあ、まあもうええ、まあなんとか言ってもうええって言ったら言うのがもう永遠の僕の人生のことだからな、なるほど、だろう、飲食業界と商売の中だよ、あのとこは緩めねんとか緩めねんなるほどそういうことなんですね。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。